もう横綱の線もないよ。12本ね。花ぶらさ。12本の検証だ。最近どう最近。数も取り済みましたるところ、あれや、ラブさん、ラブさん、なったら、なのはんな、なのはんな、ロスも一番にて、千秋楽に会えまする。西方横綱花房、かかと部屋、西方大関、美味しい酒を飲みたかったです。この部屋には、博打の恋人、サイコロって他、11本の懸賞があります。千秋楽、結びの一番であります。さあ、勝てよ、津田の花。さあ、まあ、この一番ですけど、まあ、勢いから言えばね、津田の花なんですけど、まあ、相性はちょっと悪いですからね。そうだね、今日頑張れ、津田の花。津田さあ、上がれないの。中野さん、これ一番どう予想しますかね。まあ、両者ガツンとぶつかってね、まあ、いやこれでも勝っちゃうと、でも勝っちゃうとサモジですよ。そうそうそう、だからここはね、多分ね、花房さんも気合い入ってないと思いますよ。もう横で優勝目ないですし、まあまあ、普通にベターっといって、刺してっていう感じで、今場所はね。その代わり来場所は星返すねっていうことですね。ああ、でもこれでも来場所横綱かかってるから返せないよみたいな。ああ、それは困りますね。中村さんも今場所優勝になってますけど、3場所連続優勝を飛ばしてますから。ああ、そうですね。息子なんだよ、息子。平幕優勝を2場所、3場所連れたらやっぱりね、いかがなものかですからね。まあ、なんとか津田の原ね、うん、頑張ってもらえないな。どう勝ちますか、じゃあ。左差すしかないじゃないですか。花房スペシャルのね、いつもそれしか勝ったんだね。3回勝ったってどういう風に勝ってんの。左差し。左差しね。何の方勝ったんですか。寄り切り、寄り切り下手投げ。完全に下手投げがいいんじゃないじゃん。何勝何敗。12勝3敗。いいですか。はい、いいですよ。ちょっと待って、カメラ撮ろう。いや、動きだったからね、下手投げで勝てると思うよ、その花。だって花房ちょっと今やる気ないでしょ。さすがに制限時間いっぱいなんです。見せるのかな。どうする。これでかいからね。頑張ってね。でかいよ。頑張れよ。制限時間いっぱい。つらら頑張れ。これダジャーと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 。しかし花房今日は出足がいい。出足がいい。花房さん、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 ああ逆に叩いてる。ああ、ここはな、勝ってきたな。ラブさん、ライバル決まり手は押し倒し。誰が優勝なのね。肝心なところで役に立たないんだよ。